いつもご視聴ありがとうございます。シーサーです。これからは MPU のロトロスウェードペンケースを家で作業する時の筆箱として使っていきたいなと思っているので、今日は筆箱の中身を一から考えていきたいなと思います。本当はもう少し前からこの動画を作りたかったんですけれども、最近ちょっと外出とかでバタバタしていて文房具があまり使えていませんでした。今はちょっと落ち着いてきたので家で作業する時間が作れるようになりました。つまりロトロスウェードを使うチャンスが訪れました。これまで家ではかなりお気に入りのガレンレサーの筆箱を使っていましたが、今回は気分転換にロトロペンケースを使っていきたいなと思います。まずはロトロペンケースとはどういう筆箱なのかというのを軽くご紹介していこうと思います。このペンケースの気になるお値段は8800円です。東京の蔵前で一級建築士が設立したブランドが MPU です。ブランドを立ち上げた村上さんのイニシャルの M、 それからプラスというのはこの筆箱に関わる全ての人のことを表しています。つまりブランド名の MPU というのはこの筆箱をデザインした村上さんと使い手が一緒に作り上げていく革製品にしていきたいということから名付けられていて、革の経年変化を楽しんで長く使っていくことができます。このプエブロレザーという革は非常に面白くて、最初は綺麗でツヤが抑えられたオーシャンブルーなんですけれども、使っていくとこのように色が全く変わってきます。今回見ていただいている写真は最初は全く同じ色の革だったんですけれども、使えば使うほどこんなにも経年変化していくのが何とも面白いんですよね。木干しという金具で留めるロールペンケースなので、中を広げるとチョコ色のビッグスウェードが貼られています。この中にペンを入れるんですけれども、この筆箱のすごいところはこう見えてかなり大容量なんですよね。クルトガぐらいの太さのペンだと11本も入ってしまいます。伸縮性のあるゴム素材のおかげで少ない容量から大容量まで幅広く対応してくれるので、すごく使い勝手がいいんですよね。楽天で販売されているので、この動画を見て気になった方は動画説明欄の URL からチェックしてみてください。以前ロトロスウェードについて何本入るのかなどかなり細かいところまで詳しく紹介する動画も投稿したので、さらにこのペンケースについて気になる方はそちらもチェックしていただけると嬉しいです。それでは中身を考えていきましょう。ロトロスウェードに入れる予定の文房具の構成はこんな感じです。シャーペンが 2,3 本で、ボールペン1本、多機能ペン1本、芯ホルダー1本、定規1本、消しゴム1個、ピンポイント消しゴム1個ですね。シャーペンが結構多いんですけれども、自分の中でシャーペンが一番使用頻度が高くて最も好きな筆記具なので、シャーペンはどうしてもたくさん入れたくなります。この限られた本数の中で何を入れるのかっていうのを考えていくわけなんですけれども、自分は筆箱の中身を決めるときはこんな感じでいつも考えております。まず一番大事なのは気に入ったものを入れていきたいということですね。特に家の中で使うものなので、周りの目とかそういうことを全く考えずに入れていきたいなと思います。それから芯に合わせた中身っていうことですね。今回は家で使う筆箱なので、あんまり使用頻度の高くないホッチキスとかテープのりとか芯ケースは使う時に引き出しから引っ張り出してこればいいので、わざわざ筆箱には入れないつもりです。それから筆箱と中身が調和しているのかということですね。文房具に興味がない方からしたら何を言ってるんだと思われそうですが、まあ、簡単に言えばセンスがいいかということですね。これは趣味性がかなり強くなってくるので、自分にとってここが一番考えるのが楽しいです。自分の場合そういうセンスが全然ないんですけれども、いろいろと考えていくうちにセンスを磨いていきたいなと思います。ペンの中でも木軸だったり、樹脂の軸だったり、金属軸だったり、革が巻かれていたりなど、たくさんのジャンルがあります。このロトロペンケースの場合、木軸のペンがすごく似合うっていうのを前回の動画で発見しました。なので今回はなるべく天然素材を使用した筆記具だったり消しゴムを入れて、筆箱と中身が似合うようにしていきたいなと思います。まず最初に消しゴムから考えていきましょう。持っている消しゴムをざっと並べてみました。モノタフ、ペンテルのアイン、クツワの地消し、コクヨのリサーレ、ステッドラーのラソプラスト、サクレクレパスのアーチ、ヘデラの消しゴム、無印の消しゴム、自分のお気に入りのレーダー。これは消しにくくてあんまり好きじゃないんですけれども、クリアレーダーでございます。革の筆箱は少し小さめなサイズ感のものが多くて、大きい消しゴムが入らないものが多いです。でもロトロスウェードのすごいところは、大きな消しゴムでも楽々入るっていうところですね。
やっぱり今回の中身のテーマは木材などの天然素材を使っていきたいということで、こちらのシードのレーダーの神宮宮杉の消しゴムを使っていきましょう。こちらは本物の杉が使われた消しゴムです。この消しゴムは大きくてロボペンケースとかに入らなかった消しゴムですが、ご覧の通り楽々入れることができます。どうしてもカバーが破れやすいっていうのはあるんですけれども、まあ、後々木軸のペンとかを入れていくとなるとこちらの消しゴムが一番似合うんじゃないかなと思います。値段は500円です。続いてピンポイント消しゴムを見ていきましょう。またまた並べてみました。クラフト A のグラナディロの木が使われたツイスト消しゴム、シードのレーダーライン、ペンテルのアインサラ、アインクリック、ペンテルのクリックイレーザー4プロ、クリックイレーザー4オレンジネロ、トンボのモノゼロでございます。ピンポイント消しゴムはこれがいいとか特にこだわっていなくて、まあ、デザインで決めてしまってもいいんじゃないかなとは思います。この中で一番ロトロスウェードに似合う消しゴムはこちらのクラフト A のツイスト消しゴムなのではないでしょうか。中身はモノワンという消しゴムなんですけれども、それに木をかぶせている感じです。お値段は4000円となっております。ちょっと高いですね。なので消しゴムは神宮宮杉のスリーブが使われたシードのレーダー、それからクラフト A のグラナディロのツイスト消しゴムにしていきましょう。入れる場所は奥の方に入れておけば OK だと思います。続いて定規について決めていきましょう。自分が持っている定規は緑のアルミ&ウッド定規、緑の真鍮定規、トライテックのカーボン定規、ヘデラの定規、京都大学の素数物差し、無印の定規、ハコアの定規でございます。カーボンってすごくかっこいいんですけれども、木材とは似合わないので却下しましょう。今回の流れからして木でできたものがすごく似合うなと思っているんですけれども、その中でも特にアルミ&ウッド定規の茶色がすごく似合いますよね。スウェードがチョコ色でアルミもチョコ色なので、ロトロスウェードのために生まれてきたと言ってもいいほどお似合いの定規です。ですが緑のブラス定規も負けておりません。銅と亜鉛の合金である真鍮という金属でできた定規ですが、かなりいい味を出していて似合うなと思いました。結構くすんでしまってはいますが、このくすみが革製品の独特な風合いとマッチしていますよね。個人的にはどちらも本当に捨てがたくて両方入れてしまいたいんですけれども、両方入れると皆さんに怒られてしまうのでやめておきましょう。プエブロオーシャンの革の裏側と真鍮の表情が非常にマッチしていて、最近あんまり使ってあげられなかった真鍮定規を今回は使っていきたいなと思います。ペン以外の文房具はこれにて決まりました。それでは皆さんお待ちかねのペンについて見ていきたいと思います。まずは本数の多いシャーペンから見ていきましょう。これまでガレンレザーの10本差しペンケースに入れていたシャーペンを引っ張り出してきました。こちらは野原工芸のケヤキ、工房節の 0.5 ミリペンシル節、黒柿クジャク木、クラフト A の製図用シャープペン2のガリンコブ木で、ハコアのトライアングルボディメカニカルペンシルですね。この中から 2,3 本を選んでいきたいなと思います。こちらのハコアのシャーペンは正直に言って書きにくいです。デザインはすごくいいなと思いますが、 2,3 本しかシャーペンを入れれない状況下でこのシャーペンを入れるっていうのは、まあ、自分の場合はちょっと今回は違うかなと思います。そんな感じで選ばれたのは3大木軸シャーペンでした。まあ、どれもお気に入りなので全て筆箱に入れていきましょう。続いては芯ホルダーについて決めていきましょう。芯ホルダーというのは簡単に言うと2ミリのシャープペンシルです。鉛筆と同じ太さということで、大きめな紙にのびのびと書くのに向いている筆記具で、そこまで使用頻度は高くないですが、気分転換でちょくちょく使っております。あんまり芯ホルダーは持っていなくて、もともと入れたいなと決めていた工房節の2ミリ芯ホルダー節カリン紅白を入れていきましょう。こちらのペンは宝石みたいに美しいですよね。着色をした木材ではなく、自然がこの模様を作り出しました。個人的には持っている木軸ペンの中で一番美しいと思っていて、独特なコブ模様がロトロスウェードにかなりお似合いです。続いてはボールペンを選んでいきましょう。ちょっと少ないんですけれども、候補となるボールペンを出してみました。野原工芸のマーブルウッドのボールペン、スタンダード。それから工房節のルーチェペンのマーブルウッドです。どちらも同じマーブルウッドという木が使われているんですけれども、本当にこれも美しいですよね。大理石のような木目で、見る角度によって反射の仕方が変わってきます。正直どちらを入れていてもいいんですけれども、まあ、見栄え重視で見ていきましょう。
こちらのペンケースは広げた時にペンの上の方が顔を出しやすくなっていて、クリップとかキャップのデザインが結構重要になってくるかなと個人的に考えています。工房節の膨らんだキャップの形状はすごく上品で好きなんですよね。もちろん野原工芸の形状も好きなんですけれども、3連続で工房節のペンを並べてしまうとこれはもう壮観です。というわけで工房節のマーブルウッドを入れることにしました。最後は多機能ペンを考えていきましょう。木だったり革が使われた多機能ペンをピックアップしてみました。こちらはユニのピュアモルトジェットストリームインサイド 4&1 のネイビーで、パイロットの4プラス1ウッドのボルゾー、プラチナ万年筆のダブルアクション R3 のロースウッド、それからダブルアクションのヌメ川巻多機能ペンでございます。ピュアモルトの多機能ペンはすごくお気に入りで、ジェットストリームのインクが使えるので非常に滑らかに書けます。ですが最近あんまり使えていなかったプラチナ万年筆のヌメ革が巻かれた多機能ペンを今回は使っていきたい気分なので、今回はこちらの多機能ペンを入れていきたいなと思います。全体的に革が巻かれた多機能ペンで、樹脂のパーツが外に出ていないので結構高級感があっていいかなと思います。というわけで筆箱の中身が完成しました。最後に中身のご紹介をしていきますと、シードの神宮宮マスギが使われたレーダー、クラフトエのツイスト消しゴム、緑のブラス定規、野原工芸のケヤキのシャープペン、クラフトエの製図用2のカリン小部木、工房節の 0.5 ミリペンシル節黒柿クジャク木、工房節の2ミリ新ホルダー節カリン紅白、ボールペンは工房節のルーチェペンのマーブルウッド、それから最後に多機能ペンはプラチナのヌメ川巻多機能ペンの消しゴム2個、定規、それから筆記具6本の構成でございます。全部平均より太めなペンですが、巻いた時は結構余裕を見せてくれます。太めなペンだと6本前後が一番ベストな本数なんじゃないかなと思います。以前動画を作った時はフリースピリッツさんからレビュー動画を作ってほしいというご依頼をいただいて作ったんですけれども、今回はフリースピリッツさんの方から作ってほしいとかそういうのは何も言われていなくて、ただただ勝手に作らせていただきました。最近フリースピリッツさんの大阪駅の方にあるお店にちょっとねこっそり行ったんですけれども、すごく雰囲気のいいお店で見ていてすごく楽しかったので、大阪と神戸にお店があるそうなのでちょっと宣伝になってしまったんですけれども、ぜひ大阪と神戸に行った際は足を運んでみてください。文房具ってこれからの時代は使う機会が減っていくっていうのは避けられないと思いますが、腕時計と同じようにゼロにはならないかなと思います。これからも家で動画をたくさん作っていくんですけれども、動画の構成を練るときにやっぱり紙で書くのが一番具体的に、それから体系的に考えることができるんですよね。より深く分かりやすく動画を作ろうとすると、どうしても文房具っていうのは自分にとって必需品になります。文房具に限った話ではないんですけれども、仕事とか勉強で自分の気に入ったものを使えばそれだけでモチベーションが上がりますし、作業していてすごく楽しいんですよね。最近は大学の勉強では全然文房具を使っていないんですけれども、動画の構成を練ったり今後のスケジュールを考えるときに、文房具を使うのを楽しんでいるので、こういう些細なことでも楽しさを見出せる文房具の魅力っていうのをいろいろな人に知っていただきたいなと考えております。それではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。